皆さんこんにちは、あかねです。今日は韓国のダイソーの購入品をご紹介していきたいと思います。以前ツイッターで韓国のダイソーが桜のモチーフの新作を発売中ということですごく気になっていたので、今回の旅行でダイソーも立ち寄ってみました。ダイソーのアックジョンロデオ店に行ってきたんですけど、入り口に入った瞬間にやっぱり新商品の桜グッズがずらっと並んでいて、あんまり時間がなかったのでささっと見ただけだったんですけど、紹介していきたいと思います。まず最初はこちらです。桜のモチーフのチャージャーですね。3000ウォンって書いてあって日本円で約300円くらいだったんですけど、多分ねアンドロイドとかの充電用かな。私はイヤホンが充電式でこのアンドロイドの充電器と一緒なので、イヤホンの充電用に使おうと思って購入しました。あと私の妹がアンドロイドを使っているので妹のお土産としても買って、合計で2個購入したんですけど、こんな感じでアダプターの部分が桜の形になってます。結構ね裏側にもちゃんと模様があったりして、300円とは思えないクオリティで、この辺の部分ももげたりしてしまわないように結構しっかりした作りになっていて、 iPhone 買うと付属でついてくる充電器は棒状の細いタイプが多いですけど、こういうねラーメンみたいな平たいおうどんみたいなものだと何度も使ってもなんていうんですか、よれにくいっていうかグネグネにならずに長く使えるかなと思ったので、まあ、見た目が9割で購入したんですけど、実用性も良さそうでこれから使うのが楽しみです。長さは 1m あるみたいです。こちらを300円で2つ購入しました。次にご紹介するのがこちらです。桜のポンポンブレンディングブラシって書いてあります。ポンポンっていうのは春をイメージしたブラシと、これはブレンディングするブラシで、こちらはアイシャドウブラシっていう風に書いてあります。開けてみます。テスターとかも特になかったので、どんな筆の質感なのかは見ずに購入したんですけど、まあ、100円なのでいい意味で期待しすぎずにね、はい、こんな感じです。色はねここがピンクゴールドで、こちらの下の手持ちの部分はプラスチックでできてるみたいなんですけど、中にビーズが入ってますね。なんかスワロフスキーのボールペンみたいで可愛いです。でこちらはブレンディングブラシで、あ結構密度はちょっとやっぱりお値段が100円なので薄いは薄いんですけど、でも結構しっかりアイシャドウを捉えてくれそうな感じです。でこちらは平べったいタイプのアイシャドウブラシなんですけど、こちらも確かに密度はちょっと薄めなんですけど、このねピンクのグラデーションが可愛くて見てるだけでも気分が上がります。使用感はどうだろうな、一番最初のベース使いにこうアイシャドウアイホール全体に使う時には良さそうかなって思います。眉毛最近眉毛ちょっと太めなのでぼかすような感じで使ってもいいかもっていう感じです。はい、お値段はどちらも100円でした。次はね雑貨系になるんですけど、こちらの桜のスティッカーです。これは1000ウォンって書いてあるのでお値段約100円になります。韓国のウォンはね0を1個抜いたくらいなので計算が楽です。これはデザインテープって書いてあるんですけど、どういうことなんだろう。こんな風になってて剥がすのかな、こう剥がしていくと、おー何これ、え桜のシールがテープ状に連なってますね、かわいい。これ前ロフトでこういったものを見たことがあって、日本のなんかこうちょっとしたものを留めるとき、お手紙だったり、もう私だったら請求書とか送るときに、これだけだと多分剥がれちゃうので、のり付けした後に最後にピッてちょっと貼ったり、あとは何かしら使えそうと思って、あんまりこういうねステッカー系は買わないんですけど、そういった事務作業に使うだけでも気分が春らしく華やかになるかなと思って購入してみました。どれぐらい入ってるんだろう。あ100ピースって書いてありますね。100
ピース入ってるので請求書100ヶ月分使えますはい、っていう感じです。で、続いてまた文房具系なんですけど、こちらはロールスティッキーノートって書いてあります。こういうテープ状になっているノートで、ノートというかメモができるテープっていう感じだと思います。これもすごく便利そうだなと思って購入して、お色が2色あったんですけど、私はピンクと水色系の方にしました。こういう感じで本当にもうここがねシール状になってるんですけど、表面はこういったメモが書けるように線が引いてあって、なんかチェックボックスもついていたりするので、トゥードゥーリストだったりちょっとしたお手紙メモ書きだったり、多分貼ってすぐ剥がせるような感じなので、本当に日々のちょっとした雑務に使えそうだなと思って購入しました。しかもここに切り取り線が入ってるので、こうやって切り取りながら使えるという、いいですね。これもなんか納品の時にちょっとしたメモとかに使えたらいいなと思って購入しました。やっぱ OL さんとかでもね、今日中にやること的な、上司に何か確認とか取引先にメールするとか、なんかそういうのでも使えるんじゃないかなと思います。これも100円で3メートル入ってるそうです。確かに結構ずっしりっていう感じで購入したのは実は以上になるんですけど、今回は韓国のお友達とご飯に行く機会があって、その時にあの気を使ってお土産を用意してくれていて、コスメをたくさんいただいたんですけど、その中に一つこのコースターが入っていました。私が行ったダイソーでは見つけられなかったので、もしかしたらもう完売してたのかもしれないです。このコースター中にこうやってオーロラのホログラムが入っているので、スノードームみたいに揺れてすごく可愛いんです。ちゃんとここも剥がせるので洗いやすいし、このシリコンがストッパー代わりになっているので、机の上にコースターとして使う時にもずれなくていいなと思いました。実用性はもちろんなんですけど、何よりも見た目が可愛い、テンション上がりますね、この可愛さは。こんな感じで過去にも韓国のダイソーの購入品動画を紹介しているので、よろしければチェックしてみてください。そうですね、韓国のダイソーは日本も結構いろんな土地にいろんな場所にあると思うんですけど、韓国も明洞にも店舗があったり、他の地域にも店舗があったりするので、ホテルから近い店舗に行ってみていただければなと思っています。結構日本とはラインナップが違ったりして、こういったね桜の新商品限定商品があったりもするので、次お土産でもらっても嬉しいし、こういったステーショナリー系もあんまり日本にはないものを見つけることができたりするので楽しいなと思いました。そうですね、あとはもう日本のダイソーと同じようにこういった季節物の商品だけではなくて、食器だったり生活用品だったり文房具だったり、本当に日本と同じようにたくさんのラインナップがあるので、よかったら行ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。